はい、こんにちは、村田嵐です。こんにちは。こんにちは。というわけで本日今ね、どこにおるかと言いますと、なんとね、神戸の須磨にいるんですけど、しかし今日はさ、あれじゃん、県外からも湘南、広島、三重、いろんなとこから遠くから来てくれて、買い物してくれて。でね、今回の本題なんですけども、なんとね、僕が一番お世話になってます村崎スポーツさんからご案内ですね、あるんですけども、結構大切にね、お伝えしたいんで、ちょっと携帯見ながらになってしまうんですけど、お伝えしたいと思うんですけど、ちょっと今はね、皆さん携帯置いて聞いてください。はい、9月15日から18日の期間で村崎スポーツ創業祭第3弾で全商品対象にムラポ5倍プラススケート関連商品をご購入の方にはさらにムラポ5倍がつきますということで、つまり 10倍ってことですよね、ポイントが。今ね、何言ってるか分からんから、それ貼ってもらえます？詳しくはお近くの村崎スポーツまでということなんですけど、 YouTube の概要欄にあの商品のオンラインリンク URL 貼ってあるんで、ちょっとこいつ何言っとるかわからんなと思った方はそちらを見てください。とにかくいつもね、村崎でなんかいろいろね買っていただいている方にとってはすごいお得というかいい話だと思うので、ぜひチェックよろしくお願いします。まあ、今回ですね、せっかくねスマ店の目の前にこんないいねフラットのセクションがあるんで、こちら僕のスポンサーでもあり愛用ボードのヤウを使ってほとんどに、まあ、レッスンはちょっと言い過ぎかもしれんすけど、ちょっとね日頃からこうそこのスタバまで格好つけていけるぐらいのスキルはをちょっと身につけてもらおうかなと思いまして、やっていきたいと思います。まあ、テーマはひよこクラスのおっさんでも簡単に乗れるよっていうことでしょ。そう、だからプッシュから教えてほしいよね。はい、やっぱりプッシュできればさ、コンビニも行けるじゃん。そうで、小石があって怖かったりするな、おっさんって。小石危ないよ、マジで。だからその辺もさ、どういう風にするのかさ、教えてほしいなと思って。そうですね。で、そんな感じでレッスンっていうか、もう技とかじゃないんだけど、まあ本当は僕ぐらいだとレールとかね、こうランプだったりいろいろな技も行きたいんだけど、今日は皆さんに合わせてプッシュから行きたいと思います。はい、行きますか。突っ込んでくれんの、今の。今突っ込んでくれんと俺めっちゃ恥ずいんだけどね。はい、じゃあまず本当に基本的なことなんですけど、本当に大事な、サーフィンでいうとテイクオフぐらいね大事な話なんやけど、プッシュからスタートしようかな。まず音のプッシュ見してもらおうかな。あのね、一言言う、プッシュぐらい教えてもらわねえもん。俺プッシュの鬼って言われたぐらいの男だから見せてもらおうかな。プッシュの鬼、プッシュの鬼だから。どうする？プッシュだけはスタイルで取るってよく言われるから、プッシュオンリー。プッシュプッシュプッシュ。めっちゃプッシュの鬼っすね。いや、鬼すぎてびっくりした。鬼かける5っすね。もう教えることないぐらいうまかった。もういいかも。もうカフェ行きます。っていうかそれめんどくさいだけでしょ。もう学んでもらんでもいいと思う。いや結構渋いな。教えてくださいよ。はい、ね、まず音もそうなんですけど、はい、結構あるあるなんですけど、プッシュするときにこのプッシュ、こういう風にするじゃないですか。はい、こう足が離れすぎながらプッシュする方が結構多いんですね。それってサーフィンでいうともうスタイルが板から離れすぎてこういうスタイルの人とか、はい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 、そういうイメージなんですよね。あと悪い例といえば、そのプッシュするときにこの膝よりこう体が前に出すぎとる人、はい、こういう、はい、もうそれもサーフィンでいうとね、こういうスタイルの人、はい、とかなんですけど、プッシュって本当シンプルなんですよね。もう膝より自分が体、胸、顔出ないで、足はちょっと最初怖いかもしれんけど、こうやって合わせてもらってね、で、ちょっと足を一つ分こっちに置くで、プッシュをする。はい、で、音とかこうプッシュしとんやけどちょんちょん蹴りなんですよ。はいはいはい、ちょんちょんみたいな、はいはいはい、それはもうスピード使うし、減速する一方なんで、ちょっと一回見てもらっていいですか。ちょんちょんじゃなかったらどうやってやんの。もう2プッシュで結構いきますよ。はい、1。おお、早い。1個分相当。うん、その辺その辺、うん、で、こうそうで、ちょんちょん蹴りじゃなくてビッグターン。あ、ビッグね、ビッグで、1、2、もう乗る。おお、いいやん、さっきより。うん、あ、でも今のどう？いや、いいんじゃない？いいんじゃない？もうめんどくさがっとるじゃん。おお、いいやん。
めっちゃいいやん。え、進化したっすよ。お、本当に変わった。うわ、フラフラしんま。でももう今の分かったよね。で次はさ、こう例えば石とかあると怖いから避けたいじゃん、はい、簡単なカーブはどうする？じゃあというわけでね、先ほどお父も言ってましたけど、まあ、ちょっとこうサーフスケートすぎにさ、こうグネグネってあるじゃないですか、はいはい、だけどどっちかというともうよりサーフィンに近い方がいいと思うので、翔太さんもね、なのでそれについてちょっと話したいんですけど、今回でちょっとこの短時間でほとんども変われるこのグネグネ、スピードをつけるグネグネ、あくまでもスピードをつける方法なんだけど、それについて話してもいきますか。気持ちいいクルージングね。気持ちよく、うん、なんかカーブ上手い人ってさ、ターンしながらスピードが乗るじゃん。多分本当にこういうフラットでも坂なくても一生プッシュなしで加速なしで、うん、あの地面に足掴んでも一生いけるんですよ。それなんでできんの？それはもうこれはもうこのスイングフラットだ。そうだよね。もうこのね、正直言うとこのヤウスさんのスケボーが調子いいっていうのももちろん一つあるんですけど、このトラックがいいやん。そうですね。でタイヤもいいんでしょ、こんな石とか踏んでもある程度はいけるっていう。じゃあこう軽くターンしながら伸びる感じを教えてもらいましょう。じゃあ行きます。スピードがやっぱり出るじゃん、うん、そのコツは膝をどうやって使うの？その前に音のやつ一回見たいの。ひよこ、ひよこなり、ひよこクラス。もしかして俺のこと爆発してない？前からね。今日に始まった、今日に始まったことじゃない。いやでも生徒をバカにするっていうのは良くないけどね。またプッシュ、プッシュ。お、お、ええ、おとん、おとん、マジ？ここまでやらんでもいい。こうってなに？風切っとる音を出したの。それさ、ボクシングのさ、これシュッとかじゃないんだからさ。あーとか風切って今下を行ったからさ、調子に乗って。どうだろう、なダメ？いやでも思ったよりめっちゃ良くない？良かった。あ、そう、うん、でもちょっとダサいじゃん、形が。あ、ちょっとね、お尻、サーフィンでしょ、お尻出てんね。お尻出すぎですね、確かに言う通り。あ、お尻を出さんの意味がわからん。今のトーンは、うん、真似して、こういうスタイルなんですよ、うんうん、それを、その状態を低くしようとしとるのは伝わるんですよ、うんうん、だけど低くしようとしとるだけなんですよ、うん、これを、ただ、結構動画でも言ってますけど、一回この屈伸してください。あ、はいはい。で、ただ前向くだけ。ああ、前向きが足らんか。そう、だから音こうやっとるもんな。音、うん、はガニ股の、原因はそこなんですよ。あ、だから前、テイクオフで前向くのをすぐこうなっちゃうんだな。前向きゃいいんだ。そう、だからスケボーも一緒で、ただしゃがんで前胸を前向けるだけで、なるほど、膝も入るしスタイリッシュになるんですよ。もう一個ちょっと見本見して。今はこうなっとるから、こうなっとるから、それを胸を、なんていう、あ、上げて、それで前向くね。前向く、うん、で、このままこういう感じ、プッシュなしで、プッシュなしでいくんですよ。そこまで上げた方がいい。で、音はこういう感じなんですよ。あ、なるほど。あ、なるほど。そうだね、似てない。そうだねって、あんな格好悪くないっすね。もういいや。めっちゃいいじゃん。ちょっと良くなったんじゃない？いや、マジですごいわ、うん、これ本当にすごくないですか？すぐできるの。忖度なしでいい感じ。結構暑くて汗かいてね。もうこれさばいてもいい。嬉しいんで、嬉しいんで、今できたから嬉しいんで。手応えありましたよね。いや、あった。前向くだけだよ、うん、早く言えばいいじゃん。いや、前向くプラスちょっとこうやって胸を突き出すイメージだけでマジで変わる。だからサーフィンも前向けばいいんだよね、こうやって。俺こうなるからガリになるんだよな。そう、体勢が頭はこうすぎる、こうなんですよ。だからこう膝も出るんですよ。それをただ骨盤を前に向けると、こういう風に膝が入ってスタイル出るんですよ。どんなスタイルでもコンビニ行けるわってなったら思んないから、こうちょっとでもさ、スキルアップしてコンビニとか適当に行けるとかっこいいから。でもここまでだったら簡単に行って誰でもできるんだよね。ひよこの俺でもできるんだ。そういうこと。
ね、うん、じゃあこれをね持ち帰って、うん、千葉帰ってサーフィンしましょうか。そう、それでやってみましょう。本当に前向いて立てるか。ちょっとこれも取って。じゃあボーナスランクで僕がオーリー見せるわ。やばい、ひよこクラスのオーリー。オーリー。本気で行くからね。よし。よし。はい、帰りますか。あれ。さあ、というわけで千葉の方帰ってきまして、この間のスケボーを感じながら今日はサーフィンしてもらいます。はい、まっすぐ立つこの骨盤の位置をね、もう1回だけこれ 1,2 回だけやって、うん、海行きたいと思う。できる？あ、みのりさん大登場。大登場、大登場だよ。だってスーパースターだよ。今回もギャラリーくらいいるの。これ一瞬30秒25万ぐらい。うん、まあでも友達だから安くしといてあげる。15万ぐらいに。優しいっすね。優しい。これできる？全然わかる。車来てみのりってさ、スケボー実は上手いんだよ。上手すぎるよ。はい、お一緒にやっとったで。一緒にやっとったで。一緒にやっとった。いや、今回内緒のことを教えちゃうけど、オンラインでみのりさんゲストにしてさ、プール企画今考え中なんですよね。楽しいですね。はい、楽しい。できたら楽しいよ、うん、ね。みのり実はスケボー上手いやろ。そう、試合でしたから。そう、そうじゃん。AGSA です。裸足で行けるの？多分行ける。ちょっと軽く見本見してください。手こけるんやろ。おー、サーフィンとやっぱスタイル一緒っすね。あ、そうっすね。お父さんありましたね。これはどんな感じだったらいい？もうぐねぐねするだけで。あ、危ねえ。多分一回濡れたから。でも調子いいです、ね。いいっすね。やっぱ体勢高いですか？それは多分技によるっすか？靴履いてないからだと。そういうこと。でもスケボーってどうですか？大技じゃなかったら別にやってなくても。あ、全然乗ってるだけで最高やった。そうやんな。え、すぐ上手くなれる。そうっすよね。そんなにサーフィンよりいけるんじゃん。全然いける。だからそんな大したことしてないもん、みのり。そうや。こういう足だけ動かしてる。いや、でもさすがのスタイリッシュスタイルで。なんかさ、ツインピンとかオルタナ乗っとる形でかっこいい。 ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ、でもごめんな、俺のが上手かったら。それはない。それはないよ。え、みのりフラットよりランプ派でしたよね。あ、ランプ派です。お父さんがランプ。はい。仕方してくれんかった。俺今日はね、もう最初に言うけど、乗って前向いて骨盤を前向いて膝を出さないよね。笑いながら俺取って、みのり取ってなかった今。俺今すごい重要な。ちなみにあそこ濡れてるから危ない。あ、あこまで言ったんすよ。はい。はい。骨盤を前向いて。おお、いいよ。前よりは。あの、胸腫れとる。おお、いい感じじゃないですか。いい感じやん。骨盤をちょっとちゃんと向いて、ちょっと前向いとるでしょ、若干。どうした、みのり？思ったより良かった。おお、よかったよ。じゃあ次はさ、これ特別じゃね、ママにやってもらおうか。いやいやいや。はい、靴履いてないからね。あ、そうですね。あ、誰も勝ったとか言ってない。靴履いてないとか言い訳してるって。勝負してない。勝てるわけないでしょ。俺これいらんこと、俺が勝ったとか言ったら俺ディスりちぎられて明日の朝起きれんわ。起きれん。みのりファン敵に回したら終わりじゃない。危ないっすよ。やばいよ。起きれんはやばいな。そのまま俺永遠に寝てしまう。もっとかかれるで。いや、そんな感じでイメージしてさ、うん、サーフィン行きましょう。はい、今日はみのりさんもおるし、はい、ちょっとみのりさんも追い取りとかでかっこいいサーフィン撮ってください。はい、ありがとうございます。行きましょう。お願いします。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。これ今回 RNF レトロンの510。カーボン。カーボンですね。いいっすね。これで、でもスケルトってさ、ちょっとしたさ、場所があればさ、ウォーミングアップできて、こうイメージできるじゃん。はい。だから本当に簡単っていうか、おっさんでもできるよね。いい話っすね。ロースケっていうか、タイヤのでかいやつだとさ、多少に低くないじゃん。うん。だからおじさんになってもさ、誰でも乗れるっていう感じで挑戦、僕もやってるからね、いいのかなって思いましたね。今日の課題はどんな感じでいくんですか？今日はだから、とりあえず骨盤前向けて抵抗してからの、波がさ、ちっちゃくて軽いから横行くと多分無理じゃん。まっすぐ降りてから数ターンぐらいできたらいいかなって思ってます。結構真面目な発言でつまらんかった。あ、それ真面目に言ったんすよ。あ、これマジ、本当はフローターからのあのレイバックとか言いたいんだけど、多分さ、とりあえずテイクオフだけの目指してもらって。あ、いいですか。
わわわわわわ。さあ、何またなってんねんじゃん。いやいや、2本ぐらいなっとった。いや、見えてないだけ、はい、俺が立って目の前におってさ、俺どうやって行くの。だってどうせターンしやんからいいかなと思って俺びっくりしたよ、どうせターンしやんって。一応俺、どうせ死ぬつもりで立ってないからね。あれ、ワンターンできたからね。ナイスワンタン。骨盤前向いとった。分からん。なんじゃそれ。今日はそれが課題だよ。いやでも今のワンタン結構ノーザがってましたよ。そう、今本当はツーターンできたんだけど、骨盤の意識だけでわざとワンターンに抑える。そういうやついいな。なんでそこで調子乗るん。格好つけてんじゃん。もう出たいから。逆にできるわけないってディスられてさ。ワンターン当てれたのが奇跡なのにさ、なんでツーターンが生きらんくていいの。生きた方がモテるやろ。だけど骨盤ちょっと前向けて立ったんだけどな。うわ、いいっすね。胸、まあ骨盤前向けるって結構むずいじゃないですか、意識的に。はい、胸でいい。いや、もうへそを前に向けるとか一番。あ、そういうこと。一番簡単っすよ。もっと早く言ってよ、じゃあ。散々やってから。いつ気づくかなと思って。だってガリ股の見本だとかブロックソイって楽しいんで教えずにさ。あ、バックサイドのへそ向きはいいか。そう、へそを向けるんですよ。あ、なるほど。よし。さあ、というわけでね、もう1時間ちょいぐらいでセッションしてますけど、どうですか、調子の方。まあ、乗るだけですけど、まあ楽しいっちゃ楽しいけど、シュンシュンと1本ぐらい行って帰りたいなと思ってます。まあ、でもスケボーやらんよりはイメージ湧くよな。いや、やったらだ、本当に骨盤っていうかさ、へそ前立つ瞬間それイメージできるんだよ。うん、想像だとさ、立つとき忘れちゃうもん。そう、想像イメージだけだとね、もう限界があると思うんですよ。そう、スケボーやればね、簡単にスケボーはああいうやつ乗れるじゃん。うん、あの競技用のやつは怖いけど、はい、だからあれは1本車に積んどったらいいなってつくづく思う。そうっすね。でちょっとさ、俺も慣れてきたじゃん、はい、前より、はい、だからコツ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 やりたいなって思います。ちょっとラスイチ行きますか。はい、なかなか今日波が厳しいですからね。はい、ラスイチ。サーフボードはどうですか。サーフボードはめっちゃ調子いいし、あの5転換って余裕だから、でフィンもこれね、結構なんか取り回しやすいんで、いいっすね。これね、H4 はやっぱいいですね。これね、あの昨日の動画も出てくれたクミさん、はい、視聴者さんのクミさんが買ったアレフレットのカーボンバランスね。そうですね、あれも PM もめっちゃいいですよね、はい、おしゃれで。お疲れ様です。お疲れ様です。久々じゃない、ここいつも来てたサーフガーデンのスパゲティですね。ボスカヨーラ、これ僕も気に入ってるやつですね。ここでサーフィン後にね、ランチがいつも定番なんですけど、僕はこちらのシーフードトマトクリーム、これめっちゃ好きやわ。本当はね、チキンサンドみたいなやつ食べたかったけど、口内炎が痛すぎてかじると痛いからこれにしたけど、でもこれも痛かったです。あと僕はロリンクバージョンでアイスコーヒーがここの好きで、まあね、何も難しくて全然、まあいつも通りいいサーフィンはできませんでしたけど、ただスケートやってから何笑ってるんですか。いつも通りサーフィンできやんかったな。そうなんです。いつも通りのサーフィンができんかったですじゃないの。違うんです。いつも通りいいサーフィンはできてないけど、ただ立つときにスケートやってからすぐやると、その骨盤とかおへその向きとかを意識できて、まあそれでガリ股が治ったわけじゃないけど、意識はできるようになったから少し進歩かなと。でやっぱりスケート一本持ってちょっとやるといいのかなってつくづく思いましたね。あとこうやって終わってからももう一回やったら復習になるし、いいなと思いました。でオープニングでも話したんですけど、9月15からね、18の期間で村月スポーツの創業最大3弾で、全商品対象に村ップを5倍プラススケート関連商品をゲットしてくれたら5倍つくやつね。だから合計10倍つくやつ。そう、ポイントが10倍つくから、もう買おうと思ってる人はその期間、何月から何日、だから本当15から18の間なんで、早買うと得ですよね。早旋回って感じですね。そうですね。で僕らも考えとってオンラインサロンを始めたんですけど、昨日も須磨でね、2日間
スケートレッスン嵐やったんですよ。それをさ本格的にこちらでもさ、まあ限定6人とか10人とかまだ決めてないですけど、いつもいてる JF パークさんをねちょっと貸し切ってフラットの部分でひよこの方々から中心にさ、スケートボードヤオだったら僕ら持ってますので、別に買わなくてもレンタルして調子よかったら買えばいいし、ちょっとそういう企画考えてますから、もう今あのスケートパークさんを貸し切る話はしたんですよ。であとは日付決めて何名様にしようかなと、まあ、6人ですぐになっちゃったらもう本当にオンラインサロン会員さん限定になっちゃいますけど、まあ、嵐先生 でしかも今回大サービス、レッスン料ゼロ、パーク代の年間費もゼロで、パーク代とランチだけで2000円ぐらいでできたらなとね、もう本当にその料金だけ、全く僕らは0円でやりに行こうと。でなおかつ誰かプロサーファーのコーチもね頼んで、僕らがそれバイトで払いますので、それもサービスで大企画やりたいなと。まあ自分のスケート持ってきてもいいし、レンタルでもいいって、僕らは持ってきますから。まあそんな感じで本日もありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと食べてきます。